英語圏の読者の皆さん、こんにちは。作家のリー琴美です。この度、私のデビュー小説、一人前が英訳され、英語圏で出版される運びとなりました。私は台湾で生まれ育って、23歳まで台湾に住んでおりました。もちろん、私の母語は日本語ではなく、中国語です。にもかかわらず、一人前は日本語で書きました。これは私が日本語で書いた初めての小説で、27年、講談社主催の文藻新人文学賞の優秀作に選ばれました。一人前は、張の理恵という台湾人女性の苦痛に満ちた半生を描いています。彼女はレズビアンであり、そのことで子供の頃から深い疎外感を抱いています。初めて好きになった女の子との死別、女子校での青春時代、そして差別と流言飛語に苦しむ大学時代。大学を卒業すると、彼女は生まれた国に別れを告げ、新しい生活を求めて日本へ旅立ちます。しかしそこで、彼女はまた数々の困難と挫折に出くわします。一部の読者にとって、主人公の痛みと苦しみはなかなか理解しづらいものかもしれません。しかし、私にとって、張の理恵が経験した痛みと苦しみは、どれも非常にリアルなものです。これは、彼女の経験が私の実体験に基づいているという意味ではありません。ただ、彼女の痛みと苦しみは、間違いなく私と相通じていて、そして、私はこの小説を書くことによってしか、そんな苦痛を消化することができませんでした。この一人前の後に、私はまた何冊か小説を出版しました。いくつかの賞にノミネートされたり、受賞したりもしました。しかし、いくら後続の作品が高い評価を受けたとしても、この一人前という最初の小説は、私にとって貴重でかけがえのない唯一無二の小説であることに変わりはありません。一人前が英訳され、英語圏という大空へ高く高く羽ばたいていくことを切に願っています。